二人で協力しないと完成できない。回ってる大丈夫あんた双子チャンネル、おはようございます。11月6日日曜日、左にいるのがグリーンさん、右がレトス朝から元気だね見て赤ちゃんはなんでこんなに元気なんでしょうね苦笑いしちゃ大丈夫ですかちょっとまだ寝てるからね、静かに、ちょっとおとなしく言ってるから、ありがとう。クリスマスにあげようかと悩んでいた方かも。まあしょうがないよね、取っといてもね。意外と頑丈に包んであった。そうだね。段ボールが中に入ってるから行かないんだ。多分スライド式手前にその緑色のカバー。あの星型の方に。そうそう。なんで？わかんないじゃん。どう？できそう？レッドさん。早速レッドさん。ほら。あ。あれ？あれ？意外とうまいな。え？お賢い。あ、兄さんもすぐさって持ってきた。あ、じゃあちょっと向き変えてみる？自分たち変えるんじゃない？変えるかな。なんか。もう探してるよ。本当？じゃあさ、ここに入るやつ探してきて。ここ。これは？これハートマークと六角形。どれかな？それ入りそう？惜しいね。重くないそれ。気をつけてない足元。持ってっちゃった。してみる。二人で協力しないと完成できない。回ってる。大丈夫あんた。よくそのまわったね。あ、まあまあ重さあるよ。うん、確かに。あー、残念だったね。どこなら入るその形。聞いちゃいねえな。ちょいちょい椅子が気になるし。ふふ。えっとさ、この形さ、どこなら入れそう？そこ？食べてみて。本当。色が似てるところ入るよ、きっと。そこ色一緒かな。持ってっちゃった。なんか、もう見当たり試してはないよね。探してる。多分あるってのは分かってんだろうね、何かしら。うん、角度でも入らないのか。レトシーね。私は合ってるんだけどね。合ってるんだけどな。なんかそういうチャンスだったんだけどね。まあでも難しい方が楽しんでくれるでしょ。長い時間。嫌になっちゃった。せっかく形合うの持ってきても片方が向き直しちゃうと終わらないね。運んでんのグリーンさん。自分のものだと思っていてね。グリーンさん一回さ、タフの置くのね。グリーンさん。おう、ありがとう。これじゃあさすがにどっちもできないな。ね、ママが押さえ込みました。あ、合いそうなのあった？今あれかな？お花柄と五角形と。三角形。ふっ。なんでそんな。かわいい。シャッフル入れて。
顔にされてる何もないよおいしかったね相当おいしかったんだねプリンね名残惜しいでした容器取っただけでもこれ腹なのにすごいね下ペロペロして可愛いもうなよこな子だよ そんなにおいしかったんならまた買ってくるよねこれ分かったよそこまでアピールしなくても分かってる自分ツリーの飾り大好きだねうん来たこのテーブルに置いたり回収したりして行ったり来たりですよだいじょうぶ考えてるにぎやかねなにやってますレッドが肩はめのやつに釣りの飾りを入れようとしてもうアメさんは入れたっぽいまさかのコラボえ、それでドキドキですかそっか大仏寂しくなったね。パパの力作ロボットだちょっと見えるよねこれがお米積み木のお米の最終形態ですお米の積み木じゃなくてお米の積み木だっけ積み木のお米って何ですかもうこれがあれです最高峰です本当ですかそうなんだ子供たちもこれぐらいまではねちょっと厳しいと思いますさらっと作ってほしいんですさらっとすごいな恐ろしいスパルタですただ積むだけじゃダメですそっか